チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。日本人だけが知らないインテリジェンス、柏原隆一先生、よろしくお願いいたします。はい、プーチンってなんか今までも結構暗殺好きだとかっていうふうに来てた、うん、おっしゃってたじゃないですか、はいはい、でここに来てなんか日本との関わりだとか、うん、中国のとはどういうふうに関わってくるのかっていうのが、うんうん、私も全くわからないんですけど、はいはい、まあ、ちょっと先生、プーチンの方ことどう思ってらっしゃるのかなと。まあでも一言で言えばプーチンってドジっ子ですよね。やっぱりプーチンはドジっ子ですよね。そうなんですか。やっぱりね、こう改めてちょっとこう今回 の、 クリミア紛争以降の流れを考えてみたんですけど、はい、本当はドジっ子でこうちゃんとタイミングをちゃんと見分けられなくて、で国をダメダメな方向に引っ張っている張本人ですね。ドジっ子っていうのがすごいなんか衝撃的な。いや、やっぱりこうなんかちょうどね、こうバナナかかで滑るみたいなそういうイメージが、ベタな感じですね。ほんとベタな感じがしますよね。だからその、はい、そのドジっ子な部分が日本人の方に伝わってないんじゃないかと。それはちょっと私も分かってないでしたもん。あ、そうですか。やっぱりね、はい、そのこう本当にどのぐらい滑っているかっていうんですか、はい、それをちょっと今日はまずお話しようかなと、はい、こう思うんですよね。お願いします。はいはいはい。まずですね、クリミア紛争っていうのがね、2014年にあったんですけども、はい、あれがねまずかったんですよ。はい、結局どういうことかっていうと、クリミアというとクリミア半島っていうのはね、あれはだからもともと分かれたとはいえ、ウクライナの領土だったわけですよ。はい、それに対してですね、一方的にこう軍を侵攻させて、そしてなんかうやむやのうちに全部自分のものにしてしまう。そして、うん、もうね、片っぽのソビエト側の国境地域も、ドンパチあってですね、どんどんこう侵攻してしまう。はい、あれはだからどういう行為かっていうことが、やっぱプーチン自身がよく理解してなかったんですよね。はい、すごくだからプーチンはだから絶対ダメだっていう気はちょっとしないんですよ。なぜかというと、その当時ですね、ウクライナの中には相当 CIA が入ってました。それはもう事実です。それは文献的には確証できてるからいいんですけど、でもだから CIA が入って一生懸命こうロシアの力をそごうとしてたんですよ、アメリカはね。はい、ですからそれに対して、なんだお前そんなことやるんだったら本当にやってやるぞって言ってやったのがクリミア侵攻だったんですよ。ただね、こうインテリジェンスでね、こう特殊作戦でね、こう陰に隠れてやるんだったらまだ分かりませんけど、ああいうこう正々堂々と侵略行為をしてしまうと、はい、それはやっぱりまずいよなっていうのがまず第一点ですね。それを彼はやってしまったと。はい、でそれでそれ以降 の、 ロシアの経済発展とか全てのこう方向性っていうんですか、それがものすごくね、こう制限されてしまった。はい、それがやはりこうまず第一の問題だろうとこう思うんですよね。その点ね、ブルームバーグに最近ちょっと良い記事が載ってまして、それちょっとまず見ていただきたいんですけど、これはベースラインの GDP の予測値なんですけども、2014年ぐらいから相当下がっている。多分予測だったらこの黄色のラインだったら割合順調に上がったはずなんですけれども、はい、実際には相当の落ち込みを見せていると。はい、このブルーのやつは原油価格の低下ですよね。だから原油価格の低下によって GDP が減ってしまった。はい、さらにこの白線が実際なんですけど、これは制裁によって経済が不調をきたしたっていうマークなんですよね。はい、ですからいかにね、こう経済的にはもう本当にガタガタになってしまったっていうのはこの図から見ても分かります。はい、ですからこう制裁が過去5年間にロシア経済を最大 6% 下押しした。 6% GDP は大きいですよね。すごいですね。うん、ですから相当かなりこう苦境に陥っているんだろうということが考えられます。はい、で経済的に多分不調なだけじゃないんですよね。はい、やはりその一つ の、 やっぱ体操経済制裁というのが行われますから、そうするとどんどんね、だから制裁対象の人とか個人とか、個人とか企業とかどんどんこう膨れ上がっていくんですよね。はい、それが、こっちの、この図でして、2013年はほとんどないんですけど、2014年2015年2016年と相当200人弱ぐらいの人たちが、制裁対象になってます。まあ、17年はちょっと減ってるんですが、はい、やっぱり18年もちょっと戻してるみたいな。はい、着実にこう増えてるんですよね。はい、で合計で全部で700人余りですから、相当の、なんですか、個人とか企業が制裁対象になってる。はい、で制裁対象になってるっていうことは、結局軍事物資とかそういったものが全然こうロシア国内に入ってこないっていうことになりますから、これがやっぱり一つのポイントだろうということが言えるわけですね。はい、でやはりロシア経済 の、 不調というのはもう一つちょっとありまして、投資が減ってしまってるんですよ。ソ連、ロシアへの投資ですね。はい、だから海外からロシアに対する投資というのが、はい、減ってしまってるんで、それがこうこの図なんですけども、はい、そうするとですね、2014年ぐらいからパックリ減っていると。
それ以前はかなり、ね、あの投資が続いてたんですよね、はい、ですからそれもうこんなに、ね、こう投資が減ってしまって一番最近のデータではこう減少というか外に出ているみたいな感じですよね。うん、ですからここまで、ね、あの投資が来ないとロシアの経済には将来がないとそういうことが言えるわけですよ、はい、だからやはりこうプーチンもねもうちょっと考えればよかったんやとそう思いますよ。ね、どういう、ね意味があるのか、それはやっぱり国際秩序を破壊する、そしてロシアの国を萎えさせる、もうこれはあの結果として明らかなんですよね、はい、でロシア国民の人もそれはこう薄々感じていて、次の図を見ていただきたいんですけど、これはねクリミアの併合は、ロシアにとって良かったか悪かったかという統計なんですけども、はい、まあ、当初はかなり良かったっていう人が多いんですけど、この 青白の柱の部分ですよね、はい、でも2019年になったらいや同じぐらい良くなかったかもと考える人が、すごく増えてるんですよね、はい、まあ、だからだんだんこうクリミア併合したけれどもね、その時の気分はいいですよね、やった失われた大地をこう取り戻したねみたいな感じでいいんですけども、はい、そういう よくよく考えてみるとあれ全然良くなってないじゃんっていうのがまずあるんですよね。やっぱり国民は経済なんか悪くなってきたなっていうのを感じちゃってるんですかね。そうなんですよ。だからね一番典型的な問題が年金問題ですね、はい、年金問題ね、だから、今だったら女性が55歳で男性が60歳なんで年金が受けられるっていうことなんですけど、はい、2034年に63歳、男性は 28年に65歳に引き上げると、プーチン大統領の支持率は、まあ、これの2週間余りで 50% まで落ち込み、まあ、政権を糾弾するデモがこう各地でもうどんどん起こったっていうのが、まあ、これは産経新聞ね去年の記事でありますけれども、はい、そのくらいどういったんですかね国内の支持基盤も弱まってしまった。うん、何やってんねんお前って感じですよね。うん、でやはりどういうことかっていうとですね、やはりこうソビエトというのは寒いところが多いじゃないですか、はい、国間の地がね、そういうところだったら特にですね女性は50歳男性は55歳で、これスターリンの時代にできたんですけどもね、年金がいただけるようになってたんですよ、はい、でそれがいきなりこうボーンと上がってしまったわけですから、はい、そしたらもう60何歳ぐらいになってからもうね年金もらっても、そしたらもうそんなもうあと死ぬだけですから、はい、だから本当に追い詰められてしまうっていうんですか、うん、もう女性だったら50歳でもらえてたんですね。そうですそうです、これはスターリン時代の、まあ、唯一まともな遺産みたいなもんで、はい、それがあったんですけど結局それがこうなくされてしまった。うん、なぜそういうことが起こってしまったかというとクリミアなんですよね。はい、だからクリミアに対して橋を架けてるっていうのはご存知でしょうかね。あ、ちょっとわからないです。ロシア本土と橋をものすごく大きな橋を架けてるんですよ、はい、あとクリミアに対して多くの投資をしてますんでね、はい、国内ね他の地域に向けられるべき投資が全部クリミアに行ってしまってる。あ、それでも予算がなくなってしまって何ですかね、予算がなくなってしまって、まあ、年金まで削られてしまったという、はい、そういうのが大体現状かなと思うんですよね。なんか今あれ思い出しちゃいましたよ。東北の方に投資をしないで、うんうんうん、朝鮮半島の方に投資をしたっていうやつを思い出しちゃいました。本当はねなんかとんでもない方向に行ってるんで、それがこう、まあ、大体プーチンの支持権 も逆に弱くなってしまった、はい、非常に皮肉な話ですよね。やっぱりドジっ子でしょ、だからね、はい、うまくいこうと思ってなんかこう国威高揚しようと思うんですけど、だからソビエト時代の軍国主義でやろうとするんですけど、やればやるほど滑ってしまうみたいな、はい、どうしようもないなと思うんですよね。うん、でやはり もう一番やっぱり重要なのは何かっていうと、やっぱロシアの場合は軍ですよね、はい、だからこう、まあ、軍艦とか兵器とかちゃんと順調に作れるかどうかっていうのが、すごくこう問題なんですけれども、はい、そのやっぱりこのクリミアによって結局軍需生産というんですか、それが十分にできなくなってしまったというのがやはりこうすごくショッキングなニュースとして多分あると思うんですよね。はい、それをちょっと報じているのがこの治安フォーラムの、まあ、ちょっと古いんですけど28年の、ね、平成28年の5月号の中にね、対ロ制裁に悶えるロシア軍というね、はい、そういう記事があるんですけど、ちょっとこれからね引用させていただきます と、まあ、2014年夏に対ロ制裁で軍事および 軍民療養製品の完全禁輸が実施された、はい、まあ、それに対してですね、クレムリンはこう国産化政策を発動したんですけど、まあ、少なくともこれで5年以上かかると、まあ、その当時で見られていたわけですね、はい、でやはりね一番こう深刻なのはウクライナで実は
軍事産業があったということなんですよ。だからロシアはウクライナから輸入せざるを得なかったんですよ本当はね、はい、でもそれがあのこのクリミア紛争で完全にストップしたということなんですよ。で、例えば、ね、ちょっと読み上げてみますと、ウクライナでのみ生産される航空宇宙造船関連部品の依存 と、というのがあると。例えばガスタービン、船舶、航空機用エンジン、まあ、こういったものがウクライナで生産されてロシアの本国では生産されてなかった。あ、知らなかった、うん、ですから、ちょっとね、それでもう2014年以降もう途端に困ることが起きるんですよね、はい、2014年3月キエフのアルセナル社は、R73 空対空近距離、赤外線誘導ミサイル用の潤滑剤の、大量輸出をストップして、2015年初めには同社の在庫もなくなったと。2015年3月には予定されていた、プレセック発射基地からの、3機通信衛星搭載ロコと運搬ロケットの打ち上げができなくなった、ロケットの第3段階目のブースター用の部品誘導システムはハリコフのハルトロン社で生産されており、これが禁輸になったからであった。もう一時が万事この感じなんですよね、はい、ですからあの、こう 旧ソ連時代のこう資材産業というのは実は意外とウクライナに集中していて、そこからの物資が入らなくなってしまったっていうことがまずあるわけなんですよ、はい、いや本当にね、そうですね、そうだからあの造船なんかでもこう船を多分作ろうとしてもなかなかできない。例えば、こんな感じですよね、まあ、ボロフスキー名所アムール造船所では小型ミサイル艦サベルションヌイが2006年6月1日に1号艦が建造台に乗ったが一向に建造は進まず、2013年になると作業はストップしてしまったとか、こんな感じで次々軍事生産が止まってしまうというのがこう2016年ぐらいの段階であったわけですよね、はい、ですから、ね、チルコフ海軍総司令が、2015年7月に、ね、こんなことを言ってるんですよ、はい、ね、諸君事態を直視したまえ、海軍は新型内燃機関を発注し研究機関、設計テスト作業が実施されている、つまり国費を費やしている、国境警備隊漁業所、海運業界も金をつぎ込んでいる、そのようなマイクをいとまがない、ガスプロム社から司教官までみんな同じことに金を費やしている、だがこういう装置を製造できるのはロシアに3カ所しかない、1つは、コロムナ工場、2つ目はウランディーゼルエンジン工場、ここで いくつか作っているものを2ヶ月も使っているとヤンヌルカのエンジンのカバーから海水が漏れ込んでくる始末だ、3つ目には何しよう、ズベスダーだ、ズベスダー製作所だ、そこのエンジンは新型だ、本当に新設計だ、しかし組み立てはどこだ、これも海外外国なのだ、昨晩現場関係者と話をした、エンジン用の金属材料は国内に調達できるのかと聞いた、できないという返事、製造技術は全部失われてしまったのだって感じで、ほとんどね、だから2015年か16年なんかでもう技術はすってんてんになってるんですよね、はい、でしかもですね、やはり何ですか、知識人といったら変ですけど、まあ、優秀な学生というのはやはりこうソビエトの将来に絶望しますんで、はい、どんどん海外に行っていきますよね、はい、そしたら技術者を担う世代が後継ができないわけですよ、でもう一遍亡くなってた上でこう亡くなってしまう、はい、ですから少なくともこう2016年の段階ではロシアの軍事産業というのは相当苦境に陥っていたのではないか、はい、ということが、まあ、推定できるわけですよね。うん、最近はじゃあどうなのかというのが、これが CNBC の記事があるんですけど、このムッとしてるね、プーチンの顔がありますけどこの上のね、ちょっと要約だけちゃんと簡単に読みますと、最近だからロシアは原子力推進式 の音速5倍の、ミサイルを作ったということを、はい、ね、こう大地湾にこう発表してるんだよね、はい、でも実際にはそれは22マイルしか飛んでなくて、飛んだ実績がなくて、はい、でそれで、これはアメリカの情報機関の見立てによれば、あと完成するには10年かかるでしょうですからね、本当にね、結局この例からも分かるように最近ね、例えばいろんな新兵器をこんなの作ったあんなの作ったっていろいろ言ってるんですけれども、はい、やはりね、それがこううまく機能してないっていうのもここから伺えるんですよね。ということは結局何を意味しているのかというと、やはり弱体な経済、はい、そして特に軍事産業の低迷ですよね、はい、そういう状態では例えば米中の本格的な戦争っていうのが始まった時に、それにさあ俺もやるぞと言って参加できるのか、あ、そ
そんなお金なさそうですよね。そうなんですよね。だからもう米中衝突戦はもうこうコースに乗ってしまったわけですよ、はい、そしたら結局あのロシアはでアメリカの側に立つの、それとも、中国の側に立つのっていうことを姿勢としてロシアが明らかにしなきゃいけない時期なんですよ、はい、でしょ。そうじゃないとおかしいですよね、はい、ですから、まあ、安倍首相はねやはりこう日露交渉あれだけやるんだったらそれをまず問いかけるべきですよ、うんね、あなたは我々の側につくのかそれとも中国の側につくのかはっきりさせてからやっぱり領土交渉でもさせるべきだろう。そこともモニモニをしてるから一向になんかあのね一向にこう交渉も進みませんし、うん、だん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 なんか釣り上げられていってね、はい、なんかなんやこいつっていう気がしますよね、うん、やっぱりねあのプーチンは判断力が鈍いといったら変だけどドジなんですよ。やっちゃいけないところでやってやらなきゃいけないところでこうやらないみたいな、はい、いや僕思いますよ。2016年にねプーチンが来日して山口のところ泊まりに来ましたよね旅館で、はい、あれが最後のチャンスだったんですよ、うん、であの段階でちゃんと、うん、手打ちをしていれば、うん、そしたらあのロシアだって本当に経済的に、落ち込むこともなかったでしょうし、はい、でもうこんなにこうなんですかあのプーチプーあのトランプ政権ともっとうまくいけたはずですよ、うん、でやはりそういうこうなんかドジなこうプーチンをやはりこう日本人はもうちょっとこう、正面から見るべきじゃないのかなと、まあ、はっきりしているのはやはりもうロシアの経済力というのは非常にこう低迷していると、はい、まあ、一説にはだからあの韓国以下という話もありますよねですからあの韓国以下の、ね、経済力があるところが、ね、世界戦争なんてできないですよ、はい、でもできるぞできるぞって僕はこんな新兵器持ってるよってこと一生懸命、ね、アピールするんですよ、うん、ね、なんかでもお前ちょっと裏見たらどうやってね、お前全然あかんやんけっていうね、そういうこう裏が透けてしまうっていうんですか、はい、そこをねやはり日本人はもうちょっとこうあの見て、そしてやはりこうプーチンに問いかけるべきことをちゃんと問いかけなきゃダメですよね、はい、だからそんなねそういうことはせずにずる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 日露交渉してるから、うん、なんかおかしな方向にどんどん話が進んでいくわけですよね、はい、相手は困ってるんですよ、うん、でだからいっぺんやめるって言ったら絶対泣きついてきるか、あるいは来ないんだったらその時はその時ですね、やっぱもうロシアと中国をこちらがもう一緒くたにしてもね締めてしまうみたいな、うん、そういう覚悟をやはりこう固めるべき時期に来てるんじゃないのかなと、うん、そういう具合にちょっと僕は思いますね、はい、うん、まあ、プーチンさんね、ハリボテの国だっていうのを周りに知られないように必死なんでしょうね。いやだからね、いや面白いんですよ、あの軍事生産がうまくいかないじゃないですか、はい、それからねやっぱハリボテ生産あのノルマンディ作戦の時やりましたよね、はい、あれまたそれからあのハリボテ生産にも乗り出したという話がねありまして、なんか本当もうそういうこう見せかけだけでなんとかこう乗り切ろうというのがね、そういうのがやはりこうどんどん強くなっているという、はい、だからそのやっぱプーチンの見せかけに騙されてはいけない、はいね、そういうことがやはりこう言えるんじゃないかなと思いますね、はい、じゃあ次回はまたねプーチンさんが一体どういうキャラクターなのかっていうのを掘り下げていただこうと思いますので、そうですね、はいはい、お楽しみに。